はい、こんにちは、シンパニーの本村です。警視庁ゼロ係第2話皆さん見ましたでしょうか。先週の第1話ではこうね、ドラマとのこの重なりで歌詞の、ね、内容がちょっと聞き取りづらかったところもあったんですけど、この第2話のエンディングではだいぶ歌詞が聞き取りやすく感じたので、ちょっとこれ一緒に聞いてみたいと思います。力です。机の上だけでは解決できなかったと思います。星野先輩、僕たちのことを信じてくれて感謝です。今日からは親しみを込めて星野姉さんと呼ばせてください。姉さん、星野姉さん、感謝感謝です。皆さん、今回は本当にね、こんな感じで、歩こう明日へ思いを連れて、涙のわけ、切ないわけ、空に消えていく、歩こう明日へ、そよ風のね、潮騒のね、心に歌う、ね、いい、ちゃんと詩が聞こえてきてよかったなと。で、さらにですね、ちょっとこう僕もギターをやってるので、ぜひこの曲歌いたいなと思って耳でこう、まあ、コードを合わせてみました。で、この曲の耳コピはですね、日本で一番最初にやったのは、今日の夜のモノマネ紅白に出演される永明さんですね。前回先週一緒にインスタライブやった時にすでにもう耳コピされていて、歌っていらっしゃったので、さすがに早いなと思ってということで、僕は、日本で2番目に、早いこのトゥモローの耳コピーをちょっとやってみてので、今からちょっとご披露したいなと思います。はい、ギター取り出してきました。超いい曲だなと思って、もう
早くフルコースプラスが聴きたくてしょうがないっていうね、そんな感じですけど、せっかくなんでもう一回歌ってみます。歩く明日へ力をみんなで合わせて永明さんを応援したいと思います。頑張れ永明さん。